どうも、ロースビーフです。ということで、とりあえずまたコメント欄から、ちょっとお久しぶりになっちゃったんですけども、まずマッキーさん、ありがとうございます。3回キノコ行ってラスト3連続水、あーつーことはおそらく水以外雷、ないし炎を欲しかったっていうことでしょうね。そういう場合だとね、水とかね来ちゃうんですよね。そうなんだよな、なかなかね自分の欲しいやつがね出てこないって、もうこれはねもうしょうがないんですよね。もう俺たちも動画でもなんかキノコ、あ、じゃなくて僕らの時に言ってた気がするな。全然出ないからね、自分が欲しい色は。なるほど。で、なに、ミユキュの道中が雷つらい。あれはね、なんなんだろうね、復刻のくせにすっごい難しいですね。特に一戦目で、待機一旦で出てくるとなんかもうほぼ、無理だみたいな感じで言われてますけど、確かにそれ臭いですね。まあ、ASP よっぽど上げてれば別ですけども、あれね、2連撃食らって、その他の2人、もう攻撃被るとね、死んじゃいますからね、確かに辛いですね。あれ、復刻とは思えないような、強さですからね。ただ、今回、なんだっけ、ミュウの、あ、ミュウじゃなくて、エタクロ2、の、ゼツ、ミサト・イグニス、クイントゥス、カーナ・リースでクリアしたと。お、いいですね。一番難しいっていうやつをクリアしてるっていうことは、おそらくあれそこまでいけば、時計50個か、集めたと。ミュウね、まあ、雷ちょっと難しいっていうのはありますけども、クリアさえすれば隠し、セールで手に入りますからね。なるべく手に入れた方が、いいんじゃないですかね。なんでね、ミュウはね2体、集めましょう。そっちの方がね、明らかに、このあれの役に立つんで、で歯車、落ちないんじゃないの。いや、落ちます。あのね進化用の、ね、ミュウの加工の歯車とね、未来の歯車、あれもね、なかなか落ちない。おそらく時計よりも落ちない。進化素材の場合確かそうなんだよね。落ちないんですけど、落ちるんで、またね1体ずついればいいんで、なるべくねミュウ、集めた方がね、いいと思います。隠し精霊ね取った方がね、いいと思いますよ。おそらくせっかくね、エタクロ2のゼスクリアしたんでね、行ってみたらどうでしょうか。ありがとうございます。ドラゴンバスターさん、ありがとうございます。エタクロ2の隠し時計、時計50個とミュウ2体が必要らしい。あ、これね、これ見てね、書かせていただいて、ありがとうございます。ミュウ2体必要。ここ、まあ、時計50も辛い辛いっていうのはあるけど、ミュウ2体っていうのも何気に、鬼畜ですよね。あれ結構確定が4枚か、なので自力でなんか2枚集めなきゃいけないから、特に覚醒させた場合はさらに倍ね、必要になってくるから結構きついんですよね、あれ。でミュウは、過去覚醒させたい。あー、過去とね未来2つあってどっちがいいのかって言われてますけども、どっちがいいのか、なんか未来はなんとなく白猫、感じたかなっていう感じしますけど、おそらく俺もね過去をねフル覚、にしてるんですよね今のところ。なんでね、過去の方が強い、まあ、術師縛りっていう部分はあるんですけど、ただ術師に縛った場合相当な火力、が出るんで、まあ、覚醒も含めて、アンサーも含めて、おそらく過去の方がいいのかなという感じはしますね。ただミュウ全然落ちないと。いや、もうこれは確かにそうなんで、なんか20分の1とかでね、言われてましたが、1.5 倍ね、ドラゴンバスターさんもクリ割ってやったけど全然落ちないっていうことで、確かに落ちないね。なんかね、あのツイッター見てくれた方は分かると思うんですけどね、俺ミュウのね動画、ミュウの動画っていうか、ミュウのね、こんだけやったみたいなやつが確かね、上げた気がするんだよね。エタクロ2の前に、エタクロ2の前の時はなんかミュウすっげえ落ちたんだよ。ガン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 、なぜか分かんないですけど、ただエタクロ2始まってミュウが必要になってからっていうのがなんか、バレてからなんかミュウがかなり絞ってきた、感じがするんでね、ちょっとまあ落ちない。ただ回らなきゃね、ちょっと隠し精霊に入んないんでね、回っていただきましょう。まだ時間あるんでね、もう、回りましょう。このまあネタバレでもギルドマスターもあるけども、これはもうほぼ関係ないですから、もう今はもう全力で、ね、エタクロ2、ないしミュウ、回りましょう。時計集めてね、ありがとうございます。次ココガンさん、ありがとうございます。過呼吸が出ない。あ、これね、なんかね、エイミーを入れなきゃいけないやつ、赤と雷かのエイミーを入れなきゃいけないやつのサブクエをやらないとなんか次のキューが出てこない。だからサブクエ全部ではないらしいんですけど、そこのやつはなんかクリアしない、なんかお知らせに書いてあるのかな、書いてあるらしいんですけど、そこのやつをクリアしないと次のキューが出てこないということでね、そのあたりのお知らせね、ちゃんと説明しろよっていう話なんですけど、ちょっと、俺もね、バタバタしちゃったというかよくわかんなかったんでね、なんか出てこないらしいです。でメイトレ、火のモグラ、
の S プラス、お出てきた、いいですね。火がやっぱり必要になってくるんですよね。火のモグラ、俺も欲しい、ただミュウつらい、そうこれ結構きますね。時計集めつらいっつうとミュウつらいっつうの、確かにね、ミュウ時間かかんだよな。あれ水で行くとやっぱ道中すげえかかっちゃうから、確かに辛いっていうよりかもう死んじゃうって言った方が正しいかな。雷がね出てきた場合は、特に最初のターンスキルが溜まってないって場合ね、ただここはねクリア、先ほど言った通りね、もうクリアしましょう、もう集めちゃいましょう、もうさっさと。おそらく時計よりもミュウを先にやった方がいい、のかな。ただ 1.5 倍の日にまとめてやった方がいいのかな。ちょっとここはね、なんともアドバイスしづらいところあるんですけども、ただミュウ待った方がいいような感じがするな。頑張りましょう。ありがとうございます。次直哉さん、ありがとうございます。泥率、28分の2とおかしいと。ミュウ、なるほど、やっぱおかしいのか。28分の2はなかなか落ちてないですね。俺も確かインゴルトの時20何分の1とかだった気がするな。落ちない時はすっごい落ちないんだよね。そりゃ確かにきついですね。特に覚醒させようとね、特に過去未来どっちにしようかって言ってる場合、特にミュウの場合は時計の覚醒が効かないですから、自力でねエーテル使わない場合はミュウを集めなきゃいけないんですよね。なんでちょっと確かに辛い部分はあります。28分の2、これはちょっときついですね。ただ結構ね、確率が収束するみたいな部分があって、結局28分の2からだんだん結構落ちてって、確率的には 10%、ないし 20% になんか落ち着いていくっていうのがあるんで、もしかしたら結構、この後ドロドロ、ドロドロっていうか落ちていく、可能性があるんでね、あんまり諦めずにね、やっていっていけってな、欲しいなっていうふうに、思います。で次アセローラさん、ありがとうございます。時計落ちない、なるほど。で誰に時計使いましたか。あ、この質問は初めてかな。時計はね、まあ、覚醒用アイテムっていうことでね、俺の場合はね、もうエリカかなに使っちゃ、もうほぼ使っちゃいましたね。まあエイミー、雷エイミー、異常回復がもっか、雷とかね、まあ、クルールだっけ、あれはいるにはいるけども、まあ、おそらくエイミーにね、変えるっていうことを考える、とりあえず今あるやつは全部エイミーに入れ、エイミーじゃなくてエリカが、に入れて、まあ、ミュウももう周り終わって、まあ覚醒してるんで終わって、その後エイミー用もまた集めようかなというふうにね、考えてます。とりあえず最初の50個集めたのをね、エリカに、入れましたね。でオランダ10クリでクリアしたということで、おめでとうございます。もうねこれギリマスねありますから。あー、なるほど、確かにオーランディの場合はね、結構とかかなり辛いですから、もうクリスタルでね強引に行くしかねない部分なんだよね、まあ、メンバーが揃ってない場合は。俺の場合もね、もうクリもうしょうがないからもうガンガン使って行っちゃいましたけども、多分これがいいかな、いつかクリアできるだろうってやってると、結局ギルマースイベントとかね、俺も前回のなんだっけ、クリスマスか、あれ欲しかったな。ちょっとね、ただ無理だったなおそらく。なんでね、もうクリ10でもクリアできただけでも相当ね、戦力揃ってると思うんでね、おめでとうございます。これ手に入りますね全部、ギリマスイベント。で次動画の方で、サトシさん、ありがとうございます。ミュウの進化パッツァ方式じゃなくてよかったですね。あ、これね、あれパッツァ何だったのかな。知ってる人は、覚えてる人はいると思いますけども、黒パッツァの場合ね、 S の黒パッツァを黒パッツァの SS にするような、白パッツァの S を餌にしなきゃ、餌っていうか進化アイテムにしなきゃいけないっていう、かなり鬼畜仕様だったんですけどね。これだったらミュウ確かに大変なことになってましたよね。よかったよかった。あれちょっとおかしいでしょ、あれちょっと直してほしいですよね。今後復刻あった場合もね、あれ進化させるときちょっと厄介なことになっちゃいますからね。確かに良かったです。ちょっと嫌なことを思い出させてくれますね。あれは確かに嫌だったな。ミュウとかね、白あれわざわざ S にしたのを、まあ、捨てるっていう、まあ、ほぼ捨てる感覚ですからね、にしなきゃいけないっていうのは、あれちょっとやめてほしいね。今後もやめてほしいですよね。ありがとうございます。次シモンドモホールさん、ありがとうございます。トキオ強いと、あ、確かに強いですね。ちょっと卑怯かな、まあ、動画ね、攻略動画っていうか、あれたちちょっと卑怯かなっていう、感じはしたんですけど、あれ強すぎだね。まあ、朝バイキルトも含めてますけども、3万とか普通に1人で行くから、かなり強いっていうか強すぎるんですよねあいつ。確かね、俺ただもう1体持ってんだよ。あいつら覚醒は
はちょっとしてないから、ただ今後もサブクエでもしかしたらね、使うっていう場合もあるんで、あれも進化させた方がいいのかな。ただ今回も背景すごいですね。あ、確かにね、枝黒。なんかストーリーまだ読んでないんですけど、ストーリーもすごい。で、音楽もね、かなり、あの、ボス戦、も評価も、BGM 変わってね、で、背景もすごい。なんか今回やっぱ凝ってますね。まあ、今回もっていうか、これからもガンガン、やっていくのかなという感じがしますね。背景、あ、まあ、背景は相変わらずですけど。ありがとうございます。次、佐藤翔さんかな。ありがとうございます。ゼツのボス BGM かっこいい。これも結構出てますね。なんかゼツのボス、あの BGM かなり評判、いいらしくて、俺も聞きましたけど、結構かっこいいですよね、あれ。いいですよね、あれ。次回もどうなのか。あれはエタクロのボスの BGM になるのか、それとも今後のボスの BGM があれになるのか、ちょっとね、まだわかんないんで、今後のねイベントの期待ですよね。BGM が変わるのかっていうか、複数に、なっていくのか。で、今時計28個。まぁ、あ、ちょっとこれ、ちょっと前のやつになっちゃう。昨日か、おとといかのあれコメントになっちゃいますけど、おそらく今だとどれぐらいだろう、30、40ぐらい集まってんのかな。ただなかなかね、50っつうのは辛いですからね。まあ、なんかただ使ってもいいらしいんで、まあボックスはね、パンパンにはならないんで、しかも覚醒アイテムにもなるんで。ただエリカを集めなきゃ、集めに使いたいっていう人はちょっと取っとかなきゃいけないから、それはそれでまた辛いことになっちゃいますけども。なるべくね、早めに、取っときましょう。ミュウはもう取ったのかな。わかんないですけど。ありがとうございます。次、ポーラ、2483かな。ありがとうございます。ハクアーが強い。あ、なるほど。彼女の場合はね、もう全属性アタッカーがやっぱりなんだかんだで強いんだよな。で、トキオは雷には無敵。あ、確かにトキオはね、もう雷にはね、もう強いっていうか、強すぎるほど、強いんですけど、ただやっぱりちょっと限られてる部分があるんだよな。まあ、特攻なんで、まあ、雷しかいないっていう場合、雷しかっていうか、ほぼ雷、しかいないっていう場合にしかちょっと使えない部分があるんで、そういう意味では、まあ、全属性アタッカー、キワムでしたっけ、あの辺りの方が、使えるのかなという感じは、しますね。ただやっぱり、イベントでは特攻が使えるような、クエストね、入れてほしいなというふうにはね、思います。じゃなきゃね、特攻の意味がなくなっちゃいますからね。使える分にはすごいです。ありがとうございます。次、吉田誠さん、ありがとうございます。また隠しクエストあるんですねっていうことで、気長に回ってみようと思います。また隠しクエストっていうか、おそらく今後もずっと隠しクエストあるでしょ。てか隠しクエストなかったら逆に、今回ねえのかよって逆にブーたれるし、あったらあったらめんどくせえなって言われちゃうし、おそらく作ってる側には非常にね、どっちもブーたれるんで、嫌な気持ちあるんでしょうけど、おそらく今後も一回ね、隠しクエストみたいなあれ作っちゃったから、今後あるんじゃないですかね。ただ50個って確かにちょっとやめていただきたい、部分はありますね。ちょっと辛すぎだね。落ちるか落ちないか分かんないやつもね、50個ですから。まあ、ただその分隠しクエスト。なんかもう少しね、今回エイミーを入れなきゃとか、そういう部分のなんか、もうちょっと頭を使うような、隠しみたいなね、問題ミュウを2体入れるとか、なんかクイズみたいな感じでね、隠しクエストを出させるみたいな感じでもいい。なんか、時計50個なのか、なんか、ゴリゴリにやってるようなね、感じはしますけど。モグラ、ノーコンノーデスできるようになった。お、ルドビカとアビンが強い。なるほど。まあ、強いっつうか、まあ、当然じゃ当然なんですよ。もうルドビカはね、言わずもがなれ。アビンに関してもね、魔法生物特攻、ですから、非常にね、役に立ちますね。魔法生物特攻、なんか今回もなんか、あれ、誰だっけ、ロレッタじゃなくて、なんかあれがあれだとかいう噂ですけども。ルドビカはどこでも使えるんでね、いいと思います。まあ、隠しクエストね、はまだ時間あるんでね、まあ、気長に、回ってみるのが一番かなというふうには、思います。まあ、ただ、まあ、ギルフェスじゃないんでね、まあ、モグラを回る、これギルフェスやってないんだよね今ね、なんでまあいいでしょう。まあ、まあ、先に、時計なり、ミュウを集めましょう。ありがとうございます。次、ムチョフルさん、かな、ありがとうございます。原告級、隠しクエストですね、ファン、タモン、ブドウ、エイミー、フェルチで濃厚。おお、なるほど。っていうか、タモンに入れてたところにちょっと、驚きですね。おそらく雷魔族っていうことで、エイミー、かなをちょっと、ね、底上げするっていう意味で。あ、ブドウもそうか。なるほど。魔族、ほぼ、ちょっと魔族デッキ、かな。
なるほど、ちょっと面白い、メンバーですね。ムドレね、全属性アタッカーですから、使えますし、でエイミーはね、異常回復で入れますし、フェルチはね、あの SS 回復で、なんだ、1戦目でおそらくためができる、スキルためができるっていうことで、結構面白いメンバーでいってますね。考えられてますね。こういうね、メンバーで考えてね、本当は行きたいんですけど、ちょっと俺めんどくさかったんで、もうさっさとね、クリスタル使ってクリアしちゃいましたけど、今度はね、こういう感じでね、考えたメンバーで行きたいんですけど、なかなかちょっと、考えられない。これだと、フェルチはまあ SS 回復さえ、まあ、トーマとかね、いれば、まあ、ただそのアンサー回復か、確かに考えられた上で、いいですね、フェルチはちょっといないんだよな。これが いれば、真似はできる気がするんですけど、非常に考えられたメンバーですごい、いいと思います。ありがとうございます。で最後、動画ツイッターの方で、まさかずさん、ありがとうございます、動画いつも見てますということでね、ありがとうございます。こういう一言ねいただけると、非常にありがたいんですよね。もう誰がね見てるか見てないかっていう、こっちとしたらね、ただ動画再生数ぐらいしか、見られない。あとまあただコメントね、していただければ、あ、見ていただけるんだなっていう、わかるんで、もうこういうコメントしていただいてもね、ガンガン、こちらもコメント、返信するんで、していただければなというふうに、思います。ということで、皆さんコメントありがとうございました。ちょっとということで、お知らせ、見ていきたいと思います。ただね、別にない、まあ、あるっちゃあるんですけど、ないっちゃないんだよな。なんか上の方になんかツイッタープレゼント企画、なんか書いてありますね。ツイッター、なんか公式アカウントから出題される、画像クイズに、ハッシュタグ、黒ウィズみんなでクイズをつけて正解ツイートしよう。正解ツイート数に応じたプレゼントをご用意しておりますと。みんなで答えて豪華プレゼントをもらおう。なんかこれ1日とか24時間限定クエストっていうか、あれらしいんで、ただこれなんかね、もう豪華プレゼントもらえる人数にいったらしい。でまあやってもやんなくても、いいのかな。ただこれフォローしたらクリスタル1個もらえるっていうんで、まあ一応これクリックしてね、一応1個はクリスタル、もらった方がいいのかなっていう感じがします。まあプラスまあクイズ、もね一応やってもらって、いいと思います。ちょっと この画面からだとね、ちょっとそれが見れないんでね、そこは己の目で、見てください。あ、ちょっと、で、出ました。これも待ってましたよね。ギルドマスター、セレモニーズ、クリアしたエリアまでの清掃版、ギルドマスターを手に入れようということで、清掃なんだ。みんな清、あのね、なんか私服っつうか、バラバラでしたけど、で、イベント期間中、通常クエスト消費魔力半減、経験値 1.5 倍、これ5月25日までとめちゃくちゃ長い。どんだけだよって、どんだけっていう感じですけどね、ちょっとこれやられると、じゃあ前回のまでの時にね、今だけ今のうちにやっとかないとあれギルマスクエストの手に入んねえのかって思ってたからやってたから、全然これ期間あんじゃん、なんだよっていうちょっとね、感じはしますけども、まあクリアした分にはもういいでしょう。で、なんか書いてありますね。清掃姿となった、ギルドマスターが仲間になるイベントクエスト、ギルドマスターセレモニーズ開幕、イベントクエスト内でクリア済みのエリアまでのギルドマスターの各クエスト等が登場し、クリアすると仲間になりますということで、まあおそらくクリアしてるところまで、しか手に入らないんでね、いろんなところがありますけども、なんでね、まあ、期間がちょっとあるんで、なるべく、どうだろう、始めたばっかりっていう人のとこだとどれぐらいなのかな、最低でも、どれはルシエあたり、かな、ぐらいまではクリアした方がいいのかなっていう感じがしますね。クリスタルいっぱいある人は、ただどうかな、ただね、今回これ2回目かな、前回ね、何でしたっけ、クリスマス、のがあったんで、多分、また今度でこういうやつがあると思うんで、なかなか通常クエストなかなかやる機会がね、なかなかないんで、今のうちにもう通常クエストガンガンもう先にやっちゃって、今後ね、またギルマスイベントみたいなのがあると思うんで、もうさっさとね、やっちゃった方がね、いいと思いますよね。まあ、ただ、まあ、ミューとね、あの時計も集めなきゃいけませんけども。まあ、つったところですかね。これはまあ、おのおの、
おのおのっていうかね、やっていきましょう。なんかねちょっとなんか、不満が残るようなステータスだったりスキルだったりなんか言われてますけども、ちょっとね俺まだね、正確にはまだ見てないんで、わからないですけども、まあ、なんで、まあ、とりあえず、まあ、期間は長いですけどもね、もう早々に、もうこれ手に入れちゃいましょう、1個からね。んで、やってって、まだクリアしてない、クエストっていうかの、何でしたっけ、エリアか、がある場合は、そっちをね、もうさっさと、やっていきましょう。これだな、ミュウ、先にミュウかな、うん、先、あっちが先に終わっちゃうから、もうこっちは25、来月のね、25日まであるんで、うん、ミュウと時計先にやった方が、いいかな、通常クエスト、は後回しか、いいと思います。個人的には。というか、絶対にそっちの方がね、いいと思います。ということで、ギルドマスターやっと出たんで、ただ先に、ミュウやっちゃいましょう。お知らせでした。